しようかな。勇者、今なら遊んでいいや。さてですね、温泉娘夜の花コレクション。新着と。ごめんなさい。これかな。なんかそう。総選挙の結果というのが発表されたということで、これだ。一番上ですね。お知らせ。温泉娘総選挙結果発表ということで、温泉娘の、ですね。投票、ツイッター上でやったんだよな。お？そうですね、ご覧の通りですね。ご覧の通り、まあ、結果から言うと、プロデュース勢が強かったっていうことになりますね。黒川とか伊香保とか、まあ、有馬はわかりますけど、この星、希望の木さん、なんだ、は、よくわからない人なんですけど、他の中で言えば、6人中3人が、81所属の声優さんということになりますね。中間発表でも、3人入ってて、結果的にはほとんど順位変わらずに、こちらの未所属組、上が所属組なんですけど、未所属組があって、未所属組の1位が、長久ゆきさん。大手の青鬼プロダクションの声優さんなんですけど、そちらが1位に変わったという、かなり、ナークさんも営業、頑張ったみたいで、見事に1位に輝くことができました。スプリングスからは、有馬風花、まあ、こっち所属組なんで、有馬風花のみか、温泉地もどのぐらい投票したという話はありますが、どのぐらい投票したんだろう。雲仙あたりは活性化したいなっていうのはなんとなくわかる感じですね。あ、なんか書いてますね。雲仙温泉観光協会様にも感謝の気持ちでいっぱいですということで。奥野かやさんがそういうふうにコメントされてらっしゃいますね。山城、これが石川県ですかね。伊賀が徳島県。黒川が、熊本で、伊香保が群馬。有馬はもう言う場でもなく、兵庫県ですよね。地区的なことを考えたら、関東、九州が2人か。九州、それから群馬なんで関東、有馬なんで近畿、四国、また九州、北陸となってますよね。で、さらに、3位は入らないです。2位までの、
総選挙結果のピックアップガチャを開催。 SR か、 SSR じゃないのか。まあ輸出率上昇中っていうわけですが、あ、で、そうだよな。この、まあ、色が、あの、タイプを表していて、この中に書いてある、SR とか R がレア度ですよね。まあ、気になる方は、はい、ガチャを引いてみてはいかがでしょうか。総選挙の結果はご覧の通りです。まあ、結構、所属組なんかも意外な結果になりましたよね。もっとスプリングスが多く入ってくるんかなと。例えばセンターの草津とか、有馬、林川はまあともかく、道後泉とか、北海道なら、登別とか入ってきそうな気はしたんですけど、結局有馬風花のみ。まあそれも3位ですからね。あと、田中みな実がウェイクアップガールズ。これ、解散が近いんですよね。来年3月だったかな、解散が。で、赤根谷ひみかが、アイリス、芹沢優がやっぱり有名じゃないかなと思います。で、奥野かやも、ウェイクアップガールズか。あ、アダーラのセンターなんですよね、黒川さんは。アダーラも、大人っぽいんで、なかなか、地味に人気があるんですよね。なんか結構アダルティーなメンバーが、ナナシス、東京セブンスシスターズの 4U なんかもそうだったっけな。アダルトな目が結構みんな萌え系に走るんで、まあ萌えは萌えでもアダルティーな、グループが結構穴場かもしれないですよね。人気のアダーラか。さて、どうしよう。ガチャはまだ足りない。300いかないとガチャ引けないんじゃなかったっけな。250か。というわけで、今ですね、近畿のゾーンが結構開くようになりまして、お、島スペイン村だ。温泉地がある。なんだろう、賢い場あたりだよな。うん、名所があるみたいじゃって書いてますよね。賢島だけど、ここは。
どんどん行ってみましょう。串本海中公園、ここに行くと潮の岬なんだろうか。ライブ行ってみましょう。ライブ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 。カネアンさん、箱根ですね。箱根さや。箱根あたりもメジャーなんで集まるかなと思ったら案外そうでもないんですよね。おっと、これは結構接戦になる。さあ一気に風化か相手、これは強い。敵味方っていうのは気になるんですよね。これ勝ったらすごいなと思うけど、あーさすがに勝てないか。一気に押し戻される。やばいな。やば。あ、これや負けるかも。久しぶりに。さすがにこれは勝つけど、あんまり押し戻せない。さあ、リンカ、修善寺とやります。さすがにこれは強いですよね。ただあんまり戻せてない。二回り目で。もう少しなのに。ここで勝つかどうかって結構大きいよな。勝ったけど。押し戻せた。ここも勝ちたい。OK。かなりリードですね。ただあんまり押し戻せないんですよね。で、風花が来た。おっと、風花に勝った。これでかなり有利に立ったかな。箱根だ。さあ頑張っ、ここがこれで勝てばもう決まりでしょう。勝った。オッケー。最後はリンカで鳴子なんでこれは勝てるでしょう。はい、あ、勝ちましたね。一時は結構押し戻されつつあったんですが、とどめはさせなかったけど勝つことはできました。なかなか強敵でしたね。さすがにこれは誰もが勝てると思うんで、グーさん行ってみましょう。準備万端だよ。3局目で勝ちましたね。
さあ、歌合戦もやりましょう。チケットがずっと溜まってるんですよね。これは勝てると見て。負けた。これは勝てないな。さすがに相手が強い。一つだけ取った。全敗にならなくなってきてるんですよね。さあ、有馬、ここは競合が激しいが、これも厳しいな。全敗ですよね、さすがに。なるほど、あと300人か。風化、キュートなかんざし、あと5つ集める必要があるんですよね。風化をパワーアップさせるには。これも同様ですね。キュート組だからな、どっちも。これでキュートなかんざし使っちゃうのもったいないしな。キュート組ばっかり集めてるんですよね。あ、これ、ハヤツーさんパワーアップさせよう。おっと、ミニエピソード。原則的に SR だけ育てます。育てることにしてます。レッスン。で、花鶴さんを、フルまで育てる。お金はね、十分あるんで。お金のマスになるべく止まるようにしてるんで、応戦無双のポイントはですね、特に初期はお金のマスに止まって、特技とかを鍛えるってことですよね。基本的に特技の、そのマスがたまらないってことはないんで、これはなかなか強いな。サルキュートだからな。キュート組が多いんですよね。おごともパワーアップできる。小槌ゲットです。抑え特訓できるんだ。やろう。
毎日お稽古をするなんて思いませんでした。でも私、お稽古って好きな、頑張れば頑張っただけ結果が出ますよね。それってすごくやる気が出るんですよ。成長してるのがわかるのって嬉しいです。いい子やなって思います。さあ、このおごとを当然のごとく、レッスンで鍛えます。ビシビシバシビシバシというわけで、結構お金がなくなってきますよね。こういう風にして強化するにはお金がいります。すべてがお金なんですよね。なんで巡業ではお金のマスに止まった方がいいっていうのは、こういうことを意味するわけなんです。さあ、潮岬に到着したが、特に名所がない。結構名所がばらけてますよね。名所じゃないし、小座町に行ってみよう。さあ、京都府の最南端まで。最南端でいいよね。やってきました。最南端は南山城村の方かな。で、すぐに体力。これで鍛えると、レベルが上がるんじゃないかなと思います。あ、どうもですね。お、これもなんか僅差だ。もう道後が負けた。やばいな。意外とピンチかも。さあ、パワーアップしたおごと。あんまり押し戻す力がない。さあ、対決が。ここで負けたら結構厳しいが、まあなんとか勝ちましたね。それでもまだ完全に押し戻せない。特技は使えてんだけどな。ようやく押し戻せたが、かなり押し戻した。さあ、あと2回目。だんだんと有利になってきました。やっぱり特技をこう多く出せるんで、その分、やっぱり、だんだんと、その特技で強化された差が出てきますね。さあ、これで、結構来たぞ。道後と草津。道後がそんなに強い感じなきゃない。強く感じないのかな。まあ、相性がありますからね。これだと、草津には勝てるんですよね。さあ、これで、決まった。勝ちましたね。まあ、このように特技を使えるって大事です。さあ、これでランクアップです。エピソードを解放されましたね。はいはい、巡業ね。あんたの指示に従ってあげるから、抜かりなく頼むわよ。ちょっと難しいな、これ。メンバーも強くなってますからね。これ確実に勝ちに行かなきゃ。
おー、なかなか相手強かった。さあ、これで中之島ブリッジパーク。それじゃあレッツゴー。よろしくね、勇者さん。まあ安心はできないですよね。押し切りましたね。結構次のランクに上がるまでの会話イベント発生。鬼怒川さんですね。お、今250になりましたね。これで、ガチャが引けるんかな？せっかくなんで悩むとこですけど、でもね、これ、提供アリア見てても、SSR が 2% ですよね。SSR しか欲しくないんですよね。まあ 2% なのは変わらないのか。輸出率は上昇した反面、他の輸出率が下がっちゃってるよね。さあ、何を選ぶか。ただこのゲロは結構魅力的なんですよね。こっちはそれほど変わらないんですけど、まあ、もっともですね、本当に勝ちたいなら、あの、歌合戦とかで勝ちたい、力をつけたいならば、重ねないといけないんですよね、同じガチャを。レアじゃなくて、普通の外見のガチャを。まあ、それでも、魅力はこっちにあります。2% っていうのは辛いな。だって10連ガチャ引いても5分の1だからな、 SSR は出る可能性は。小雪です。お。勉学には自信があるけど、運動は苦手なんだ。さあ、2人目は何だろう。いろんなデザインのが、お、なんだこれ。
これ伊藤ですね。静岡県伊豆の伊藤ですが、CV の鈴木えりさんってこんな班だったっけな。さあ今度は泥川ですか。さあ今度は SR 木の先、これ前も出たんじゃないかな。あ、出てますね。木の先は早速特技強化図らないといけません。木の先に関しては。それとあと なかなか。やっぱお金稼がないとねっていうのはありますよね。ビシバシ鍛えるのはいいけど、お金がやっぱりね、どうしても足りなくなるんだよな。さて、名所島温泉、島マリンランドが名所です。名所を公開すると、値がアップします。これを狙ってみるのもいいかと思いますね。よし、みんなで巡業頑張ろう。何かあったらいつでも言ってね。さあ、いよいよ。ライブへ。いや、ちょっと待った。ライブ行く前に娘のユニット構成を変えようあと思ったが、巡業しないとユニット構成を変えられないんだ。お、伊藤に変わった。なんかユニットの構成が変わりますよね。あんまりパワーアップしてないかも。試しにやってみますか。でもちょっと強いよな、相手が。やられてる。よろしく。いい勝負にしようね。
一生しかできなかった。なかなか強いよな。さあ、鬼怒川ですね。ボイスがないよね。自己紹介で、推し娘を変更できるようになっております。そこでですね、銀山小雪にしましょう。あんまり遅くまで勉強しない方が効率はいいよね。こけしまってますよね。急に話しかけられても大丈夫。さて、巡業です。結晶版ちゃんか。これ声が、さっきの銀山、声が、働く細胞というアニメの結晶版ちゃんですよね。まあ、メイドラゴンのカンナカムイでもあるんですが、さ、そんな中、メイドラゴンのトール役の人で、動かすんですが、どっちに動かすんだ？移動、丹波に。風花が3位か。巡業も行ってみましょう。とりあえず今お金を稼がないとね。巡業では基本的に稼げるのは、パワーアップ素材です。一方で、なので、移動の際はお金を重視した方がいいと言われます。これ、質問を受けましたね。ね、お金があると特技強化できる。結構特技があると後半になればなるほど優勝で有利ですからね。さあ、これはなかなか強力な相手をですんで、まあ、しっかり勝てた。安心しました。
お、プレゼントがある。小槌累計4000イベント達成。アニメっていうか、なんか温泉娘アニメ化と勘違いしますが、この銀山小雪がアニメ好きっていうだけすごい紛らわしい。まあ、やっぱりなかなか SSR を引かないと厳しいですよね。パワーアップするはいいもののデザインの違うニュートイズミなんでね。はい、というわけで、ひとまずここでまでです。総選挙、今回は総選挙の結果およびガチャを引いて巡業もやってみました。ランクが28になりました。はい、引き続きですね、温泉娘どんどんあのCD が出るなど展開もありますし、フォースライブも決定したんで、こちらを応援し続けていきたいと思います。はい、ではまたゲーム動画でいこうでした。